今回は関係試しだけですもんね、範囲がほぼほぼですね。はい、じゃあ行きたいと思います。説明してほしいところおよび間違ったところかな、手を挙げてもらうとそこを説明したいと思います。はい、1番の1どうでしょう。1番の1 2 3 4 5 6、一番大丈夫選ぶのはね。まあ人やったらフーとか、物やったらフィッチとか、そんな感じですね。はい、じゃあ2番の1いきましょう。2番の12番の1 2 3 4 5 6、大丈夫ですか？遠慮させてくださいよ。はい、3番はちょっと説明をします。3番説明します。 The girl singing over there is my sister。 はい、 singing over there マーカーで塗ってください。特に singing マーカー塗ってください。これは現在分詞です。ing がついたら3つです。現在分詞か前に B 動詞があったら進行形で、あとは同名詞どれかですね。向こうで歌っている女の子ということになります。ですか。はい、でですね、これはちょっと2つの文章に分けますので、 The girl is my sister、マイシスターやったよね。うん、そうそう、マイシスター。で、she's singing over there。singing over there。向こうで歌っている。オーバーゼア、向こうでですね。英語、超絶苦手な人、これチェックしてください。オーバーゼア、向こうで。はい、というわけで、ですね、これを先行詞にしたバージョンです。これを先行詞にしたバージョンです。で、これとこれが同一人物ですから、これを風に変えて、で、全体これをカッコで振ってここに持ってくる。はい、これが一番伝えたいことなんですね。関係代名詞というのはもともと2つの文章でした。2つの文章をつなぐというのが関係代名詞の考え方ですよね。その女の子は私の妹です。彼女は向こうで歌を歌っています。向こうで歌を歌っている女の子は私の妹です。もともと2つの文章でした。ですか。で、主語の The girl と She が同一人物ですから、 The girl を風に変えて、で、これ全体をカッコでくくって、この中にボンと入れる。だから、The girl who is singing over there is my sister ってことになります。じゃあ、これ先行しやったらどうなるかというと、言葉の意味がおかしくなるんですよ。その女の子は向こうで歌を歌っている私の妹です。なんかちょっとおかしいでしょ。向こうで歌を歌っている女の子は私の妹です。その女の子は向こうで歌を歌っている私の妹です。おかしいね。だからこれが先行詞になるのが普通ですよってことです。だけ今まで現在分詞のシンギングだけで、向こうで歌っている女の子は私の妹ですという意味を表すことができましたけど、関係代名詞を使ったらここに B 動詞がいりますよ。動詞が入れます。はい、ということでした。 Who is できた人、 Who is に変えてできた人、 Who is singing。 はい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 、はい、今の理屈分かりましたか。すごいね。はい、今の理屈分かったかな。じゃあその次ですね。 He is a famous musician known by everyone ですね。はい、で、He is a famous musician、
です。そして、そこのノン、ノンをマーカーで塗ってください。上の文章は過去分詞、過去分詞の構築用法ですね。みんなに知られている有名な音楽家ですってことなんです。ですね。はい。で、ですね。ですね。ちょっと待ってくださいよ。フーでして、エブリワンの、みんなが知っている、そうですね。みんなによって知られてるっていうことは、みんなが知ってるっていうことと同じだってわかります？いいですか？ちょっとこれも、これちょっとノートに行きましょうか。ノートにバッチリ説明したいと思いますので、ノートに行きましょう。ここら辺は多分差がつくと思います。もし出たとしたらね。She's a famous musician. Known by everyone. みんなに知られてる、みんなによって彼はみんなによって知られてる有名なミュージシャンです、音楽家ですね。でですね、大事なポイントはここなんです。大事なポイント、ですね、これみんなに知られているということは、言い返せばみんなが知っている、ということと一緒じゃないですか。みんなによって知られているということは、みんなが知っているということと一緒ですよね。ですね。で、だから2つの文章が合体します。He is the famous musician.この2つの文章ですね。彼は有名なミュージシャンです、音楽家です。みんなは彼を知っています。このことがわからないと、多分これはくっつけることができないでしょう。2つの文章をくっつけることができないでしょう。これはちょっとノートに書いてしっかり勉強してもらわないといけないと思います。すいません、このテレビがあるけんですね、ここからしか書けないので、ネブリは本当はここに書きたかったけど、こういう時にバッこう、なんていうか、重なってしまう。バッティングする。と思ったんで、ちょっと下に書きましたが、皆さんはもちろんここに書いていいんですよ。いいですか。さあ、合体させます。合体させます。Famous musician が先行詞です。Kim が同じ人物を表します。目的格で、本当はイギリス英語が俺大好きなんです。俺たちはイギリス英語を習いましたからね。アメリカ人はバンバントランプさんみたいに壊していきますからね、なんでも。ね。なんですよ。だから本当はこれ、フームなんです、本当は。Kim をフームに直して、ここに持ってきて、これをこの後ろにくっつけるんです。本当はよ。だから、He is a famous musician whom everyone knows になる。whom everyone knows になる。もちろんこれは古文字にせないかんだよね。古文字にせない。で、彼はみんなが知ってる有名な音楽家です。ということになるわけです。いいですね。わかりますか？みんなによって知られてるってことはみんなは知ってるってことでしょ？彼のことを。ミス？理解できますか？ところがですね、今アメリカ英語はですね、これを風にしてしまったんです。
フーってもともと主格しか使えなかったんです。イギリス英語では今でもフーは主格、フームが目的格。分かりやすいでしょ、ヒームだからフーム、分かりやすいでしょ。ところがアメリカの若い方ですね、ヒーの時もフー、ヒームの時もフーにする。冗談じゃないですよね。ウィルもキャン、メイもキャンにする。バカチンです、あいつは。本当。ち、イギリス人は思ってるんです。だからイギリスの人はプライド高いですから、アメリカのことはあんまり好きじゃない。まあ、ピューリタンが言ってしまったんやけどね。ピューリタンが言って、あそこアメリカというところにずっとこう広めていったわけですけど。じゃあ、結論言うと、Who everyone knows になります。これが消えて、Who にして前に持ってきて、He is a famous musician. Who everyone knows になってると思いますけど、なってましたか？Who になっちゃう？ザット。ザット？ザット？ザットちょっと卑怯やね。ざっとやったらどっちでもいっちゃいいですからね。はあ、いや、多分問題作った人は、ここら辺、ふうでもふうでもいいってことになるので、ですね。二つの、で、ノーズの複数の数、あ、三択の数ついちゃうでしょ、ちゃんと。ここなんですよ、英語力。こいつ、三択の数ちゃんとつけた人どんくらいいますか？これね、一回教えるよ、ちゃんと。みんなって言うけどさ、みんなって言うけど、エブリがついたら単数扱いなんです。これも今日の授業を境目にしっかり頭に入れておいてください。エブリがついたら単数です。エブリがついたら単数扱い。だから三単元の S がいるんですよ。気がついたら単数扱いです。ですね。だからここに三単元の人がバシッとつけ切ったら英語力あるなって思います。ただ2つの文章を合体させたっていうイメージがないと、多分ここノーズはまず思いつかない。まあ、なんか受動体にしたくなる。ここ受動体だったんで、さっきは現在分詞を進行形にした、ただ is をつけただけやったから、なんかこれを使いたいなと思うんじゃないかなと思うんですけど、まず日本語の意味、みんなによって知られているということは、みんなが知っているということ、この2つはほぼほぼ同じ意味だよということですね。もう一回説明させてもらうと、彼は有名な音楽家です。みんなは彼を知っています。で、これを関係代名詞に変えて、で、本当は夫婦という人だからね、夫婦という関係代名詞になって、 whom everyone knows がイギリス英語の綺麗な英語になる。ところがアメリカはこの目的格も夫にしてしまうので、 who everyone knows が今の僕たちが習っているアメリカ英語、米英語です。はい、でもざっとなっちゃったでしょ。ざっとは両方どっちも使えるからいいっちゃいいですけど、はい、ということでした。いいですか？理論的なこと分かりましたか？理解できましたか？ここら辺だけですよ。あとはそれは難しくないとですよ。人やったら風とか、物やったらフィッチとかですね。人と物が一緒やったら、例えばそのある人が犬を連れてるとか、それが先行詞になったら人と物扱いですから、ざっとじゃないとダメなんですよ、ということです。もうちょっといろいろ説明します。はい。I had a computer made in China. 私は、中国製のコンピューターを持っていました。ですね。I had a computer ですね。Which was made in China でしょう。はい。中国で作られたでしょう。ね、じゃあこれも2つの文章に分けて説明したいと思います。とにかく1つ合体している文章を2つに分けていいかどうかっていうのがポイントなんですね。いいですか？で、こんな2つの文章になる数です。
3番ですかね。I had a computer。ですね。で、it was。どうしようか。この後ろにつけちゃおうか、やっぱ。ちょっと見やすい点。It was made in China。ですね。I had a computer. It was made in China. ですね。私はコンピューターを持っていました。それは中国で作られました。ここ過去形ですから、ここは現在じゃまずいね。いつじゃまずいね。持ってたのは過去。だから作られたのも過去でしょう、当然。今作られたのは昔持ってたって絶対成り立たんでしょう。で、これが先行詞です。あ、コンピューターが先行詞ですね。で、これが同一のもの、代名詞ですから、こいつをものだから、フィッチに変える。ね。I had a computer, which was made in China. ということですね。中国で作られたコンピューターを持っていました。ということになります。いいですか？ I saw the koala in the zoo, and it was very cute. ですね。私は動物園でコアラを見ました。そしてそれはとても可愛かった。ね、うん、ですね。私が、動物園で見たコアラはってことになるでしょう。ね。どう説明しようかな。まずちょっと文章変えてみようね。I saw the koala. I saw. ここに座がついてるんですね。この座がちょっと効いてくるかもしれない。The koala. In the zoo. 動物園でものを見ました。ね、And it was very cute. それはとても可愛かった。で、下がどうなってるかというと、The koala was very cute. ですね。ここの it がコアラに変わってるわけですよね。で、was very cute という文章はあるわけです。ね。ただ、ここがコアラに変わってですよ。こんな感じになります。コアラ。コアラはとても可愛かった。ね。で、ここを it に変えるんですよ。その代わり。ですか。ちょっと入れ替えますね。コアラ was very cute。で、I saw it. In the zoo. はい、コアラはとても可愛かった。私はそれを動物園で見た。という文章にして、そしてこれをフィッチに変える。ね。動物は可愛そうやけど物扱いですから、フィッチに変えて、ここに持ってきて、カッコをつけて、コアラの後ろに入れるということです。コアラ、which I saw in the zoo was very cute. ですね。わかりますか？さっきのあの、2番。2番と4番はちょっと二重丸しておいてくださいね。これちょっとレベルが高い問題でなかなか正答する人が少ないと思います。特に2番はそうだったと思いますけど、3択のレースとかね。ですね。I saw the koala in the zoo and it was very cute. 私は動物園でコアラを見ました。そしてそれはとても可愛かった。いいですか？コアラはとても可愛かった。私はそれを動物園で見た。に書き換えてくっつけます。
この it を、which に変えて which I saw in the zoo にしてここに持ってくる。なんでそれがわかるかというと、例えばこの the なんですけど、さっき言ったように the というのは2回目に出てきた時に使う前置詞なんです。普通そのコアラという意味なんです。定冠詞といって特定のやつを表すものが the はね。だ一般的にただコアラ見たよという時はアなんですよ。本当はアイソはコアラなんですよ。またコアラが何頭かいたらコアラズにすればいかんけど、まあ、コアラ一頭みたいですから、だからアイソアコアラにすると文章はそのままだと思うんですけど、ここがザになったということは後ろになるという、この文章が後ろに来るっていう証拠なんです。実はですか。だから、コアラ was very cute が先に来るんですよ。これ、it was very cute の it をコアラに変えて、コアラ was very cute を前に持ってきて、そして、I saw it に変えて、この2つの文章にして、it を which に変えてくっつける。The koala which I saw in the zoo was very cute という文章が成り立ちますよということですね。ですか。で、ただこれ目的格なんで、it。動詞の後ろにあるのは目的格。目的格って何ですか？それをなんて。それを見た。をとかにを見たら目的語って有名な話なんです。それをとか、私にとか、をとかにがついたら目的語なんです。だからこいつって関係代名詞に変えると目的格なんですね。目的格の関係代名詞は省略できるんですよ。省略してもいいです。だから、コアラ、I saw in the zoo was very cute という文章も成り立ちます。ただ、関係代名詞なんで、どうなんですかね。これもでも、フィッチ省略せんと入らんね。I saw になっちゃうでしょ。模範解答 I saw になっちゃうでしょ。だから、フィッチが目的格なんで省略してあるんですよ。コアラ which I saw in the zoo was very cute が正解なんですけど、目的格の which は省略していいですよ。だからコアラ I saw in the zoo was very cute という形になりますよということですね。ですか。関係代名詞基本簡単なんです。ただここら辺はしっかり勉強してください。いいですね。さっきみたいにみんなに知られているはみんなが知っているに置き換えきるかどうかとか、それから2つの文章の順番をちょっと変えて、で it 目的格を which に変えて本当は作りたいけど省略された形が最終形ですよということになります。はい、ですね。じゃあですね、あとはあ、もう9時半だった。マジかよ。明日はですね、ここの、過去問もちょっと絡めて、英語をもう少し強化したいなと思いますね。英語をちょっと強化して、そして、二次関数忘れちゃったのが非常にショックやったので、お互いにですね。二次関数のまとめもちょっとやろうかなと思いますので、明日2時から4時です、基本的には。で、ちょっと高校生に協力をお願いして、本当は土日って高校生の曜日なんでですね、高校生に、伸び伸びと勉強してもらいたいと思うんですけど、あんたたちの期末が先にあるけんね、先にあるけん。それで、ちょっと高校生の先輩たちにお願いして、ちょっと、本当はこの教室で、高校生はこっちのペースで下ぐらいにしましたので、はい。ですから皆さんは、こことか自習室を使って、残って勉強もできます。じゃあ、都合がいい人は、2時から4時でまた引き続き勉強をしましょう。ね。ですかね。みんなもきついやけど、明日俺も、明日は10時から夜10時半までですか、ずーっとあれですか。体力ないと塾と先生とかできるとか、ここじゃないですよ。体力がすごいですよ、ほんと。でね、やっぱ筋トレをさせていかないと。はい、というわけで、頑張ります。じゃあ、一緒に期末を乗り越えて、
もうあと安心して受験勉強に入りましょう。ね。終わります。終わります。はい。え、明日。明日。見せたの。